ートライブニュース、ビートライブアンダー18のキャプテン、ミクです。よろしくお願いします。3月13日日曜日、京都 KBS ホールでちびっこイングリッシュコンテストが開催され、その審査時間にビートライブのダンサーたちがステージを盛り上げました。イングリッシュコンテストということで、今回は私が英語でダンスジャンル紹介をさせていただきました。どうぞご覧ください。英語でね、皆さん、ね、英語は慣れていただいていると思うので、今日は、ね、せっかくなんで英語でストリートダンスのジャンル紹介やっていきましょう。じゃあ MC ミクお願いします。はい、 Hi, nice to meet you. I'm Miku and I'm the leader of this dance team. Okay. So I was, actually I was an exchange student and I went in America last year.But I'm sorry, my English is not good enough, so I'm sorry. But from now on, and me and my dance teammate will introduce jump of dance, okay? Then let me begin to introduce. Please give a hand. First. Then let's look at the movement of jump. 5, 6, 5, 6. That this dance came from robot dance. Then let's look at the movement of general. 5, 6, 5, 6. でしたでしょうか。今回私は初めて英語でジャンル紹介をさせていただいたんですけども、拙い英語にもかかわらず観客の皆さんはとても温かくてとても楽しかったし、すごくいい経験になりました。ありがとうございました。ステージではダンスパフォーマンスやタオウォーさんのリズム遊びなども楽しんでいただきました。ご鑑賞、ご参加いただいた皆様、ありがとうございました。続いてはインフォメーションコーナーです。イベントもレッスンも充実のスタジオ、ビートライブストリートダンススクール、ただいま生徒募集中。ビートライブのイベント、スクール情報などはホームページをチェックしてください。メッセージや視聴者アンケートもお待ちしております。